マナトナリー学校は、ホロベツ村及び函館に存在したキリスト教系、アイヌ学校である。聖公会のジョン・バチェラーの構想の下、アイヌ主張、カナリ・ヨシゾによって、ホロベツ村に開設された、私塾、総アイ学校を母体とした。日曜学校や仮の礼拝堂としても使用された。日英修行通商条約違反により閉鎖されると、その代わりとして新たに函館に開設された。 明治37、8年頃、廃校となった。明治18年、ホロ別村にて、アイヌに、キリスト教教育、アイヌ語教育を行っていた、ジョン・バチェラーは、金聖太郎を講師として、アイヌに、キリスト教教育を施すアイヌ学校の設立を構想していた。同年8月、アイヌであることを理由に教師を続けることができなく、なった息子、 太郎のことを不憫に思った父、吉蔵は、アイヌ学校設立を構想していたバジェラーの勧めも、あって、自宅の傍らに小屋を建て、これを、私塾、総愛学校とした。ここで、太郎は、アイヌ指定に教育を行った。あくまで私塾という北海道庁から許可を得ていない、非公式の教育であったため、明治21年4月、太郎を講師として、正式な学校である。 私立総合学校として開校届を提出するも、北海道庁によって不認可となる。同年8月、河野を太郎から片倉家の旧心である斎藤優吾へと変更する。9月5日、開校が許可される。9月8日、公明を私立総合学校から真名となり学校へと変更。9月10日、開校式。 後に日曜学校も併設し、仮の礼拝堂としても使用された。明治25年、室蘭郡庁によって日英修好通商条約違反として閉鎖された後、取り壊された。その代わりとして、函館元町の聖公会制度を仮食堂内に開設された。同じ聖公会の宣教師で教育者であったネトルシップが校長となった。明治26年、 八千頭に校舎を新築した。また、14歳以下の子供を収容する付属育児院も、併設された。明治37、8年頃、廃校となった。校長、斉藤雄五教師、芥川聖五郎校長、ネトルシップアイヌ市長である、かなり吉蔵を、はじめ十数名のアイヌクリスチャン、日本キリスト教会の信徒である、片倉影光の他和人のクリスチャン五六名が、 熱心に教会に通った。ありがとうございます。